遠くの方はちょっと分からないかもしれませんが、これは長澤仁右衛門さんに宛てた杉田玄白の初版であります。最後に長澤仁右衛門様、杉田玄白と間違いなく玄白の初版です。非常に難解な読めにくい古文書です。県の古文書館の専門の先生に、玄白の書簡があって読めないんだけど、玄白の書簡なんか、あるはずねえじゃねえっていうふうに最初言われたんですが、きれいにあるんだ。これは本物の図書館にあるんです。でこれ文面を見るとですね、あなたがこれ江戸においでになるということで心待ちしていたんだけれども、休養ができたそうでお帰りになってしまって他を見られなかったので残念だというふうな書き出しなんです。ということからすると、長澤仁右衛門さんは玄白さんとの関わりがかなりのものだった。じゃあどういう関わりがあったのかというと、玄白さんがこのような親しい書簡を何つもあるんですけれども、仁右衛門さんにくれるというのは当然玄白さんにメリットが、何のメリットがあったかといえば、おそらく金銭的なメリット。仁右衛門さんはかなり、財を出しました。そういうお金を玄白の支援にお使いになった。お礼状を来てるんです。お中元として、お金を送っていただいた。確かに受け取りました、ありがとうというような、そういう書簡も残っています。玄白は江戸時代当時最も有名な記者でありますから、玄白さんに一般の庶民がレポートというのがあるんだったら、そういう簡単にはできるものではなかったんだろうと思うんですが、玄白というのは非常に優れた人物だったので、医者の養成を心がけて相当お金が必要な方だったんだと思いますが、財政的な支援儲けたお金でそういうような有効なことをなさるという事例です。仁右衛門さんは直接的なことをします。桐生で火事が起こるというと、駆け出された家一軒一軒に全部お見舞い金を配った。この貧困につき重量を使うなんて文章があったこと、大変なこと、重量というのは、今の金いくらかというと、なかなか難しいんですけども、歴史的に最近の本の中では、大体重量はおそらく7、8万から10万ぐらいに相当するんだというふうな書いてあるものが多いんです。10万と考えると、一両10万、大変な金額ですね。そういう、社会福祉的な活動をなさっている。これは長澤家にかけたあれです。当時の掛け上げさんにしても、佐賀さんにしても、同じようなことをなさっています。ただ、その活動する分野の違いがあるようでありますが、仁右衛門さんは、杉田玄白を支援したということを、まず申し上げます。もう一人の吉田清助、この方は同じくやはり売り物で財を出す吉田家だったんですが、吉田清助は秋にしておりまして、この方は我が国学に社王に芸能を移しました。そして江戸の学者橘守家という当時江戸の一流の学者の恩人になります。で、吉田清助さん織物の方では有名ですね。尾張徳川家の御用方へ、そしてちりめんおめし、ちりめんおめしというのを作り出し、尾張のお殿様がおめしになるのがおめしというネーミングがついたと言われているわけですが、今もおめしというのは高級な和服ですよね。
その吉田家でありますが、吉田清介は、立花の逃げを支援いたします。同じように学者がお金に困っています。支援する人がいないと学問を深め自分で本を出すこともできない。おそらく森部には相当な財政的な支援をなさっているのでありまして、森部の書簡は吉田家にたくさん残されています。非常に親しい関係、特に、吉田清介はですね、子供を2人、娘1人、息子1人、2人を今でいう留学です、江戸の立花森部の家に面倒を見てもらって、直接ここで行儀作法から学問を教えているというようなことをしているんですね。で、森部から学んだその学識を吉田清介はこの桐生の地で桐生社という結成するんです。学習グループ、そして、勉強する会を作ります。時々は江戸から直接指導に来ていただいたようになりまして、森部が来られない時には森部の息子が代わりに来て直接の指導をしているというふうなことですから、今度は吉田清介さんはその学問という分野でこの桐生の地に大きな働きをこうなさるんですね。この吉田清介さんと親しい関係がありましたのが女性であります田村果樹子。田村果樹子がこれはまた実物なんですね。田村久明さんという初めは諏訪山の萩屋だったようですね。後々はやはり買い継ぎをするようになったようでありますが、小さいといったら非常に学問好きで優れた素質を持っていたんですね。特に素晴らしい書を書いたようであります。その能力をおそらく江戸の幕府へ出入りしていた江戸の商人がおそらくこの果樹子の存在に目をつけたんだと思うんですが、17歳の時に果樹子は江戸大奥の右筆に登用されたというんです。これもね、私は非常に疑問に思ったんです。どだい江戸大奥の優筆なんていうのは、これ知的な能力でありまして、江戸大奥の奥女というのは非常に階級が見事に作られていますね。一番上は厚姫でお分かりになると思うんですが、あの世界であります。上楼なんていうのは大大のとって頭を下げなければならないようなランクのものから、一番下がお箸だっていうふうな最低のランクまで、大体25から26段階ぐらいあるんですが、流出っていうのは大体10番目ぐらい上から10番目ぐらいのランクの奥女になるんです。流出というのはもう無理で分かるように、全て公文書の管理、それからいろいろな将軍様や奥方様に天井物なんかが来ると誰から何が来たら取り継いだりするという非常に重い役割ですので、ほとんど王府の奥女中の優質に採用されたのが、お目見え、お目見えというのは将軍や奥方と直接顔を合わせることのできる立場であります。侍だって、北の方の戦国以下の参拝、花子なんかはお目見えできないような人たちが随分いたわけでありますが、奥女中のクラスも、奥女中に入るのは、お目見えクラスの奥女中になるのには、お目見えランクの侍の娘、それも採用試験を経て登用するという仕組みだったようなんです。
それなのに田舎の百姓の娘が大奥の唯一にちょっと首かしげ、今でもそれはおかしいというような人もいるんですけども、どう考えても優質でなければならなかったような、できなかったような運転所が残っているんです。田村家事法が江戸から支流に送ったと思われる書簡がたくさん残され、これは吉田家殿とにあるんです。これも支流にないんです。吉田家の殿とはどうしても支流に欲しかったんですが、支流にはそれを保存管理する施設がないというので、吉田家のお子孫の方が県立の文書館に帰宅をされて、自由に取り出しに行ってきた、そういう状況でありますが、吉田家文書館にはたくさんの家族の書いてある。それらを総合的に、見るとどう考えても間違いなく流出だというふうに考えられます。何よりも田村修宗さん、この師匠をお伺いになってからお亡くなりになったんですが、この方の曽祖父の方が田村家宗さんでありまして、修宗さんは学者でありまして、修宗さんは曽祖父にあたるその田村家宗のことを伝記としてまとめておられるんですが、残念ながら田村家は現在治療では耐えて、ご質問が見れならない、なんか直接的な証拠をさらに探ることはできないんですが、家事子さんはここで、約10年江戸で、働いて治療に戻ってまいります。自分の家がちょっと財政的に傾いてます。でお兄さんはあまり、そういう経済的な家庭をする能力、その方も学問好きだったんですから、商売がいただいて家具の方も、それを立て直すために自分に戻ってきて御子さんをもらって活躍して、また時間に田村家を復興させた。周りの人たちが江戸の大奥の輸出をしたような学力を放っておけないですよね。ぜひ子供に教えてくれというので寺子屋を養成するわけです。小生堂という寺子屋を開く。